縄に2同時紹介なんとラス前第24話、はい、どうもタイガー&バニーのしゃっくりは気合で止める方小鉄役平田博明です。三町さん2度目の採用です。おめでとうございます。モンモさんと競り合ったんですけどね、三町さんの勝ちということでモンモさん頑張ってくださいね。どうもありがとうございます。そしてはーい、タイガー&バニーのホールケーキのイチゴを一人で全部食べちゃいたい方、まあ、実際僕はチーズケーキが好きです。タイガー&バニーバーナビーブルックスじゃなく森田正和です。よろしくお願いします。こちらを送っていただいたのはこの方ですね、タコスクリニックさんがいただきました。ありがとうございました。さあということで、なんで死んでなんですか、びっくりびっくりびっくり。さあということでございまして、今回のゲストはついにこちらの方にお越しいただきました。よどうぞ。同時紹介をご覧の皆さんこんばんは、タイガー&バーナビータイガー&バーナビーじゃない、タイガー&バーニー、タイトル間違えた、はい、タイガー&バーニーの、ヒーロースーツはハンドメイドの方、ユーリ・ペトロフ役ユーザコジです。よろしくお願いします。お願いします。お待ちしておりましたよ。いやー、お待ちしていただきました。ありがとうございます。ということで、こんな記念すべき会に呼んでいただいていいんですか。タイガーとバーナビーって聞いたらタイガーとロイズさんがロイズさんロイズです。どうしたんですか。その髪型はどうされたんですか。しかし俺ですね、ユサさん、タイガー&バニーのこういった番組でんのは初めてかもしれないです。イベントは、出演させていただいたことあるんですが、一回仕切ってもらったことあったよな、はい、そうですそうです、はい、だからものすごいレアですよ。そうですね、レアだよ。だってタイガニ2収録始まってから一回も会ってないもん。スタジオでもそれ違ったことないし、当然あのプレシャスイブは、まあ、あのライアンはしょうがないにしてもね、そうです。ユーリは出るの分かってるだろうからいてもいいんだろうけど、まあ、ヒーロー限定ということで、はい、裏街道の人は出せなかったっていう。収録で会ってないんですよね。会ってない、あれからも。そうなんです。その他イベントでも会ってないです。だから今日すれ違うこともなかったですもんね。あ、そうなの。そうですよね、ご無沙汰してます。でもね、あの最終回の時に平田さんから差し入れを皆さんにいただきまして、それはあのポテトチップスをいただきまして、ありがたく頂戴いたしました。ありがとうございます。やっぱり座長、目玉焼き味のやつが珍しかった、ね、もうそれがおすすめだって聞いたら、僕はもうトリュフ味をいただきました。僕はあれからあのポテトチップス大好きで、はいはい、探して買ってるんですよ。買ってる？あれ目玉焼き味、はい、あれが一番好きですね。で、目玉焼きの味かって食べてないんだろ。食べてないです。食べてないやつと話してだってそうでしょ。いや、めっちゃあなた何も、ね、皆さんどうですか、何も言わずに目玉焼きとトリュフどっち取るって言われたらトリュフ取ると思う。スタッフに言うことづてしてあるんだから教えてやれ。あ、珍しいんだよ。目玉焼きの味ったらどんな味だと思う、はい、みんな醤油か塩かでそっちの調味料の味になっちゃうでしょ。 はい、あのね、目玉焼きの白身の外側がカビカビっとこう茶色くなってるとか、焼けてる感じ、ちょっと焦げてるやつ、あの味なんだよ。あの味がすごい、ね、じゃあ目玉焼きでもなんかあの白身が焦げた味。そうそれがまた美味しいんですよ。いや、これこんな関係ない話していいですか。はい、大丈夫です。あれ見たことあるでしょ、当時紹介。はいはい、タイマに関係ある話ほぼほぼしてない。そんなことはないですよ。たまになんか忘れた時にね、はいはいはい、やってましたね、はい、やってました、はい、今日もそんな感じで、はい、よろしくお願いします。ということでございまして、本日我々がお邪魔しているのは、はい、いつものようにですね、プレイスメント企業さんではなくですね、なんですって、市民の皆さんにはあまり、いや、馴染みのないところに書いてあるんですけど、僕は馴染みがある会社と逆に思うんですけどね。いや、市民の皆さんは知らないかもしれない、いや、うん、でも馴染みはあるんですよ実は、ね、ということで平田さん、この会社名、こちらの会社名ちょっと流暢な日本語で読んでいただいていいですか。なんか作為を感じる、なんでわざわざ。いや、全然ないですよ、全然流暢、株式会社バカザバッカさんです、はい、とてもユニークな会社名なんですよ、バカザバッカさんということで、はいはい、こちら1987年の創業以来35年にわたり何をやってる会社かと申しますと、これ皆さんおなじみです、びっくりです、劇場映画や配信映像の予告編をお作りになってる会社と、うん、我々もお世話になってるんですよね、見劇場版日本やってる、はい、タイマニとも深い関わりありまして、劇場版以来ですね、数々の予告映像とか、はい、PV を作っていただいております。劇場版だけじゃなくて PV も作ってます。そうです、うん、なんと今回のタイマニ2の PV も作っていただいてると、あれだ、
あの有利があのそうでルナティックが出るところとかそうですね、はいはい、セカンドシーズンあのタルタルソースって言ってタルタロスね映画の時はあれでしょ、はい、僕が救いたいのはあなたですってやつ。何そんなあの悪意のある言い方をするんですか寄せてみたんだって最初からそうでしたよね。あのバニーの誕生日の時はそういう悪意がありました。悪意しかないでしょあなたです。本当にちょっと待って、うん、会社の説明したいでしょ。いやはい、うん、会社の説明というか、ね、はい、でなんでこのバカザバッカっていう社名なんだってなんかあの意味があるのか。だってバカって書いて、うん、BACA でしょ。はい、はいはい、俺らがバーガーっていうのは BAKA な感じですから、うん、だからなんかどっちか分かんないですけど分かるだろ、はいはいはい、だからなんか意味があるのかなと思ってさ、はい、聞きました。お、どうしました。調べてみたさ、はい、そしたらそのまんまの意味だった。バカっていう意味だった。あ、バカっていう意味だったんですね、うん、あ、アルファベットはバカが世の中を変えていくんだっていう気合いの入ってる、はい、うん、へー、バカなんだよ。だからこれはあの社長さんは東京の方なのかな、はい、関西の方だったらアホザアホになってたな、うん、なんか佐田師匠しか僕は出てきませんねなってたかもしれない。こうなってください。石川と、うん、石川と山だったらダラザダダンラになってるというバカっていう意味だ。なるほど、そのまんまですね。でも皆さん本当に本当にね、馴染みのある予告編ばっかりなんですよ。ここにね、うん、その歴史が書いてあるんですけど、こちらにね、これすごい細かいデカい。小さくて見えない、はい、見えなかった俺。ここにね、全部そのやってきた今までの作品、うん、予告をね、作ってきたその作品が書いてあるんですが、ものすごく有名な作品ばっかりです。並んでるのが。ああで、ばっかなだけに、ばっかり。ばっかりですよ。ああ、ばっかりです、うん。僕たちが、あの関係、これは映画自体は関係してないですけど、うん、作品的には関係してるものとか、あ、はいはいはい、ここで言えないやつ、ね、はい、ものとかあるんですよ。はいはい、いろいろとすごいんですよ、うん、これは映画の予告だけではなくて、あの番宣であったり、うんうん、中にはね、第31回東京国際映画祭とか、なるほど、そういうものも一点に引き受けてやってらっしゃるという。映画祭を引き受けちゃってるの。映画祭 の、 その予告とか、うん、予告、ああ予告とか映像とか PV みたいな、 PV とか、だからいろんなところでその一番最初の皮切りになってお客さんに宣伝する時のものを映像を作ってらっしゃるという、うん、上手ですよね。お世話になっておりますですよ、ね、本当に、うん、だってそれ一つでね、そこに行くかどうか分からなくなってしまうわけですから、ね、見どころみたいなところからうまいこと、はい、あの芯に触れないようなところでこうインパクトの強いところをバーンと出してきて、気の利いたチェック、ね、はい、コピーをつけて、そういうことなんです。独自の音楽弾いて、はい、ね、すごいですよ。で今回はですね、我々いるのがこのご覧の通りですね、オフィスではないんです、はい、これバカザバッカさんが運営しているなんとカフェ、カフェでございます。予告編だけじゃなくてカフェも運営してるね、うん、そうなんですよ、うん、なんか多岐にやってらっしゃるんですけど、うん、ね、ここはですね、今テロップに出てるんですけれども、東京都港区の愛宕にあります、愛宕グリーンヒルズの森タワー3階にある、バカザバッカさんのカフェということで、こちらカフェワスガゼンというお名前のカフェでございます。ワスガゼンね。ワスガゼン、はい、はい、こちらですね、コンセプトがスタッフに美味しいご飯を食べてもらいたいという社長の気持ちからカフェをやることになったそうです、うん、はい、なのでこちらはなんとスタッフの、社食としても、へー、スタートそこなんで、まかない飯だね、うん、そうですね、言ってみればね、よくお店でもまかない飯が評判でメニューにしたり、うん、あ、そうです、裏メニューね、あったりとか、うん、ここで社員さんもお食事をとってると、社員さんを大事にしてくれるんだね。素晴らしいですよ。でさらにここは予告編を映画館以外の場所でも皆さんに見てもらいたいという気持ちから予告編を見られるカフェ、あ、これもちろん上映されてると。あ、そうなんだ、ええ、だからご飯を食べながら予告編を見られる、うんうん、僕が救いたいのはあなたです。悪意しかねえ、悪意しかねえ、じゃあここに行くればあなたですよ。悪意しかねえ。だって呼ばれたからには仕事しないと。これじゃあ一般のお客様も来られる。もちろん来られます、うん、でこの店名なんですけど、ここカフェワスガゼンというふうに名前なんですが、うん、これあの社長が名付けた名前でございまして、意味が和をすることは善であると。こっちはちゃんと意味があるんだな、ね、はい。で本家本元はバカザバッカ。バカザバッカ。むしろそっちも意味があったじゃないですか。まあバカバカが世界を変えると。バカばっかりじゃなかったでしょさっき言ったら。座を取ったらバカバッカって。バカバカじゃない。バカバッカ。ダメですよ。いいじゃないですか。じゃあここに来ればそのバカバッカのスタッフ、うん、あのスタッフに入るわけです。
あのね、なんだろう、ね、せっかく場所を借りてるんだからもう少しみんな丸く行こう。いやこの、ね、意味がね、ちょっとね、あの一瞬僕ゲストだったよなって思う瞬間があったんで、いつまでこれを聞いてんのかなっていう瞬間はあったんでね、もう少しで終わります。あ、ごめんちょっとね、なんでそのカフェわすがぜんさんからお届けしたいという、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで同時紹介を始めていきたいと思います。始めますよ、ゆうさくん。はい、よろしくお願いします。本日は対岸、なんだと、タイガー&バニー2同時視聴会第24話、はい、残り2話ですよ、はい、この番組はネットフリックスで配信されているタイガー&バニー2を毎週1話ずつ、うん、僕たちと皆さんとで一緒に楽しんじゃおうぜという企画になっておりますが、はい、ただあいにくここで本編の映像は流せませんので、皆さんは画面の下に表示されている再生時間を参考に、ご自分のお手元で本編を再生しながら僕たちの番組も一緒に楽しんでください。ということで早速同時視聴始めてよろしいですか。あ、よろしくお願いします。ご覧になってる皆さんもですね、チャットに感想やツッコミなどを書きながら、うん、一緒に楽しんでくださいませませ。井上豪君がいるんですね、はい、あの池先生とか ね桂先生、はい、噂を聞いております。西田さんよ、元気ですか。はい、来いよ、ね、はい、市民の皆さん、再生の準備はよろしいですか。3,2,1 スタートで再生ボタンを押してください。はい、はい、私たちもここで同時に押します。では行きますよ皆さん、タイガー&バニー2同時視聴会第24話、 3,2,1 スタート。これ耳しないとね。はい、ということでございまして、いや、はい、満を持して、ゆうさくに来てもらいました。あまり本当に呼ばれないんだなっていうのを今実感しました。タイガー&バニーっていう機会があんまりないんです僕。あ、そうなの、はい、俺はなんか一生懸命声かけてるけど忙しくて来られないのかなと思って。いや違う、呼んでくんないんだ。お誘いがなかったんです。お誘いがなかったんです。あったね、でもそこで使いましたね。有利的にはさ、はい、あんまり最初の方に出てきちゃってもさ、うん、ネタバラすしかなくなっちゃうから。そうなんですよ。だからいい時期なんじゃないの。だからあのファーストシーズンの方、13話までの方ではあんまり活躍の場はなかったんで、うんうん、管理官としての仕事が多かったじゃないですか。そうそう、管理官だったよね。そうなんですよ。後半からね、パート2、あ、後半のパートになってからあのユーリすごく大活躍というか、そうなんです、ね、ちょっとね、あの家庭の話が出てきたので、そうですね、辛いですね、はい、もうユサが来てくれるっていうからさ、はい、もう聞きたいこといっぱい準備してくれてるから僕もどんどん聞いてっていい。あ、どうぞどうぞ。あのさ、最近食ったもので美味しかったものって、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、タイガー&バニーのことに関してじゃないのか。まずはそこからこう温めていこうかなと。おう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 、あ、本当に温まりますか。温まると思う。ご飯のところから来るからレンチンしますね。いやいやいや、レンチンですね。今じゃあレンチンの状態ですね。じゃあそれ飛ばそうか。いや、レンチンからいきましょう。あそこ一回最近食ってうまかったもの。いや、美味しかったのはね、なんか座長にもらったポテトチップスのトリュフ味、美味しかったですよ。それはトリュフだからね。もう話戻った。トリュフありがたいな。ポテトチップスレンチン、普段の生活でトリュフを口にすることがない。それはそう。まあ、あんまないですよ。ないですよ。あんまないですね。じゃあ、ね、はい、中身の話聞いていこうかな、はいはい、あのさ、台本読んで、はいはい、まだこれ実はね、この鬼を読んで最後まで見てない人もいるんだよ。もう同時視聴会と共に進んでいこうっていう方がいらっしゃるんだね、うん、言い方よ。この間ね、池先生がチラッと言っちゃったらえらいショック受けてた人が、ね、いたからね。あ、なるほど、そう、そういうね、でももう言っちゃったからしょうがないんだけども、はいはい、あの台本読んで最初の印象とか、はい、あのどういうのあった？これね、あんまり楽しい話にならないかもしれないですけど、うん、これもそもそも2じゃなくタイガー&バニーの1の時に、うん、このユーリのお話をいただいたんですけど、僕オーディションじゃなかったんですけど、うん、あのこれそもそもこういう役があるので、はい、あなたどうですかって言われたんですけど、ちょっとスケジュールの問題で、うん、ちょっとその収録時間を抑えられてる番組があったんですよ。で僕はあのフリーなんでね、はい、直接その制作会社の人に、はい、ここ問い合わせが来てるんで、はい、1日抑えられてたんですよ、はい、どっちか分かんないからっていうんで、うん、どっちか決まりましたかっていう連絡をしてもメールをしても返信は来ない、うん、電話かけても出ないっていうのでずいぶん待ってくれてたんですけど、はい、どうですかって2回ぐらいこうお電話いただいて、こっちの方で、はい、で危うく出られないところだった。おお、わお、ギリギリもう収録始まってたんですよ、タイガー&バニー。あ、え、そうなんです、こっちがもう始まってた、はい、始まってた段階でギリギリあの
まあ、朝撮ったじゃないですか、これ、はい、陣と切って、はい、でその夕方帯に決まったんで昼あの朝大丈夫ですっていう返事をもらってすぐさま折り返して決まったんですよ。うわ、ギリギリだ、ギリギリだった。もう俺なんかワイルドに吠え始めてたんです。もう吠えてたんでしょうね。まあ、壊してたんでしょうけど、まだ壊してらっしゃったと思いきです、ね、壊すのは仕事じゃないからね、はい、すごいね、すごい怖っ。だからそこで良かったなと思いつつ、同じ日に、はい、あの同じ日に、はい、あの取引先の、はい、会社が倒産しましたっていうのを関西人の弁護士からメールが来てそのいい話と悪い話が同じ日に来たんです。どこからどこまで、だからすごく思い出深い作品なんです僕にとって。それは思い出深いだろうね、はい、めちゃくちゃ。それがタイバニとの出会い、出会いです。出会いっていうか、まだ出会ってもなかったっていう、出ることが決まった日でした。あ、そう、もう収録始まってたんだな。始まってた。だからこれ以上はもう待てないって言われてて、うわ、もしそうだったら誰だったんだろう、やだな。いやいや、そんなの考えたくない。ギリ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 だった。こんなに重い始まり方をしたキャストさんいないんじゃないですか。いや、まあ、うん、僕は決まったんでよかったんですけどね、はい、まあ、一部ね、あの、うん、一部ちょっと残念なことありましたけど、あの、ね、今までのゲストさんで一番これを、ね、対応してるんです。まだ説明してないに対応してますから、ね、そんなことは。そうなんです、はい、だから非常にこうありがたい役であり、はい、だから最初に出た時は、あの、まあ、裁判官として出てきたじゃないですか、はい、ね、タイガーにこう判決を言い渡すところから始まって、うん、まだ自分がどういう役か全く分かってないんですよ。分かってないんだ、はい、あのグローブに変身するとか。そうなんです。だからルナティックっていうイントネーションなのか、ルナティックなのか、あ、ね、僕は最初にルナティックってやったら、ルナティックでお願いしますっていう風にイントネーションを聞くっていう。じゃあ現場入って少しずつ知ってったんだ、彼のこと。うん、はあ、どうだった、ああいうちょっとなんか神秘的というか、あ、暗い、そうですね、なんかでも重いキャラだけども、うん、最初の頃は、うん、あの正体が分からなかったです、はいはいはい、うん、本当にただあの人を殺めて回ってる人なのかなっていうふうに、うん、思われがちだったんですけど、 そうですね、その後ね、うん、徐々に明かされていって、あ、こういうことがあるんだ、うん、まあ、ただ信念で動いてるっていうのは分かりましたので、うん、割と強い意志を持って、うん、発言するようにはしてましたけど、台湾のバージョンの中でもルナティックなり有利なりって非常に得意な立場にいて、善か悪かも分からない非常にミステリアスな役として描かれてるから、そうですね、最初の頃はね、バービーさんもそんなにこう正義ではなかった支援で動いてた人だったからね、恨みだけで生きてますからね、はい、その後やっぱりバーナビーとの絡みが割と印象的な役でしたよ。そうだよな、ビギニングの時も、うん、あのバーナビーがデビューしたっていうエピソードでわざわざ言いに行ったんですか、うん、期待してますよっつって、で、まあ、有利の望む正義の形ではなかったから、うん、この程度かと。そうあったよな、ね、よくこの程度かって言うんですけど私今回も言ってたよな。言いました、言いました、はい、そういうバーナビーとの絡みが結構濃かったから、この第2シーズンの2話かなんかでも、そうです、うん、俺ちょっと席外そうかしたら、2人して喋、はい、うん、ってると、うん、チチクリやってたんだけど、チチクリって、まあ、話を聞いて、まあ、タイガーともね、結構やっぱり因縁がありましたから、ね、因縁というかね、うんうん、だからユーリが求めているその正義の形っていうのが、うん、作中でこう分かりづらくはなってるんですよ、うん、あるよね、でも、うん、そう、己の正義でもそれは親父に反発してとかあるんだろうけど、うん、でも自分が信じる正義っていうのがあって、うん、そちらは支援で、うん、こっちはノリで、うん、みんなそれぞれの正義があるよね。正義の味方ノリでやってんすか。え、小鉄はノリちゃうんかい。違うっしょ。まあまあね、もう一回頭から見るわ俺、うん、だってミスターレジェンドとこう、レジェンドかっけえ、俺も離れて、そうそうそう、その時はもう正義のヒーローに憧れたわけじゃないですか。で「君もヒーローになれるな」って言ったら「なれるんだ俺って」って言ったらノリでなっちゃったんじゃないのかね。まるでそれじゃあ後楽園球場、後楽園遊園地って僕と握手みたいになっちゃった、ね、握手そんなもんだと思うよ、うん、だからあれだ、楽しかったから、あの第一シーズンの最初の方でも、あの土くれを動かしちゃうやつに、はあ、君もなれるさって言ってみたかったんだよ。レジェンドっぽいことやってみたかった。じゃあ全部ノリノリじゃないの。やっちまったな。もう一回頭から見た方がいいのかな、ね、皆さんもね、まあいいや俺の話よ、ね、どうしよう、ラス1しかねえのに今ノリってことが判明したんですよ。まあでもね、
今監督とかプロデューサー間違えたなキャスティングって今更反省してる。僕はそういうふうには思ってます。まあでもそんな役でユーリって役、やっぱりこうある意味こうつかみどころがないと思うんですよね。確固たる信念もなかなかこう表に出てくるわけではないじゃないですか。現象面としてはあの自分のお父さんがっていうところからそこにトラウマがあったりとかっていうのは分かりますけど、結局その中でユーリがどういうふうにこう精神構造が変わっていったのかってもなかなかちょっと難しい。難しいですね。だから今回の2が始まる時に、僕ちょっと監督とか、西田さんにお話を聞いて、今どういう状況ですか、どういう心なんですかと、あのライジングの時に、あの殺人を人を殺めた人に相応の罪をって言って、ね、あの処分して回ってたわけですけども、ライジングの時はそうじゃなかったわけです、でなぜこのタイミングで出てきたのかっていうふうに言われてましたけど、であの今回も今その後じゃないですか、で虎徹を放り出して、で見届けようとして、で今この状態どうなんですかって言ったら迷っている状態ですって言われて、ああそうなんだ、やっぱり迷ってるんだ、多分最初から迷ってたんですけど、あの父の亡霊に悩まされてるのも、父の亡霊が出てるわけじゃなくて自分の心が生み出してるんだと、っていうことですからね。だからそれにあの決着がついたのが20話あたりでね、であの最後の時だけ本当の親父なんじゃないかと僕は考えてて、一番最後にレジェンドが消える時の、あの朝日が少しこう上がってきた時ですね、僕もなんかあそこのレジェンドはそれまで来たレジェンドちょっと違うよな、それまでのレジェンドは僕の有利の迷いというか自分との葛藤が生み出してきた父の影だったんだと僕は思ってるんですけど、最後だけ父が本当の認めると、すげえ、あなたです、救いたいのはあなたですっていう死が便利に使うのやめようや一生懸命やったシーンだでなあ、僕が救いたいのは息子ですって言うのね、お普通だな父が最後に助けてくれたのかなとは思いますけど、でも今回のユーリーってこの「タイガーの場に2」になってから、そのタイガーとバーナビーだけではなくて他のヒーローに対して、そのヒーローシステムっていうものに対して、こう少し心を寄せてるっていう感じが見受けられたな、優しくなった、憎まれ口は聞いてるけどな、ただやっぱりこう見届けようっていう意思と、ヒーローたちと同じ方向を向いて正義が出せるのかっていうのもやっぱり迷ってたんじゃないかなと思いますけどね、実際だってあのレジェンドの子供だってことが分かった時のシーンあるじゃないですか、あの時あんなにこう語るじゃないですか、あれもちょっとびっくりでしたよね。僕もびっくりしました。そうだね、この形で明かすんだっていうのを僕もちょっとびっくりしましたね。それってなんだろう、ちょっと心配してたバディシステムが、特に先達がなんかガチャガチャしてたから、心配もしてたんだけど、吸ったもんでありながら出来上がってきそうだなっていうのを感じたりもしたからなのかな、ヒーロー自体の、あの今まではほら裁判官であり管理官でちょっと、違うところから見てたけど、現場ほぼ現場みたいなところでみんなと触れ合ってるから、こっちに降りてきたね、するっていうとあれかね、あのいいな僕もバディ欲しいなとか思ったらバディ欲しいと思ってたかどうかは分かんないですけどね、ただその生き方を間近で見て考え方が自体が変わってきたかなとは思いました、僕もいいバディなのかなみたいな、ちょっと思い始めたんでした、だから最後3人で戦う時、そうですね、あの仮面の中で嬉しそうだったんじゃないかな、あんだけボロボロになりながらボロボロでしたよ、だってタイガーにも食らってますからね、本当はだからあそこさじ加減すごい難しかったんですよでもあそこで初めて一緒に戦うっていう、その喜びかどうかは分からないけど、新たな感覚、これはねまだ同時視聴だとまだ来てないんですよ、そのシーンが、そうですね、そのシーンの時に話した方がいいのかなと思いますけど、この回わざと呼んでいただいたんですけど、僕はユリとして喋ってるシーンほとんどないんですよ、あそうか、ずっとシガリーが喋ってるんです、そうですよね、本田孝子として喋ってたんですどうしたどうしたその呼び方を間違えてるか、ずっとねシガニーが喋ってるセリフを僕の声で言ってたでもあれも大変だったでしょ、大変ですよね、この間もネタバレしちゃったけれども、
あれは用事も湯さもうめえなと思ったら、ガイドを取ってくれてたっていう話を聞いて、はいはい、あんまり聞いてなかったですけど声が重なるところだけはちょっとね調子は、せーのをやんなきゃいけないもんな、はい、うん、ことな、うん、だ今回だからユリはそういう意味では一番こう変化が大きかったそうですねキャラクターですね、うん、じゃあ1と2とって比べてみるとご自身でやられて、うん、やっぱりそれだけの変化があるとなってくると、うん、こう演技のプラン今までこう1の時に両方にやってたからじゃあ2の時にそのままこう、うん、ある意味こう思ったら突然こうちょっと変わったっていう部分も、うんうん、突然というかまあライジングぐらいかなっていう感じはしますけどねあ、うん、ビニが戻っちゃったからね時間軸ね、まあね、うんものすごく人間らしく見えるようになりましたもんね、うん、ユーリが、まあ、あと家庭の状況も違うので、うん、この2に入った段階ではお母さんのもう介護に入って、うん、お母さんは昔のことを忘れている小さなユーリだと思ってるから、うん、初めてぐらいじゃないですかね父を失ってから初めてぐらいの安らぎの時間だったんだと思うんですよね、うん、なるほどなだからその分も含めて優しくはなったなっていう気はしました、うん、確かにあのお母さんとのシーンが、うん今回のこの2でものすごく尺取って描かれるじゃないですか、うん、で最終的にはあの悲しい状況になっていって、うん、だからあれもその有利にスポットを当てる時間が非常に増えたっていうところも、うん、そのタイガー&バニーという世界の中で有利に課せられている物語を引っ張っていく上のなんかがあったんでしょうね、うん、そこがすごく、うん、ミステリアスな状態のまま2終わってますけど、うん、だから難しかっただろうところもいっぱいあるだろうけど楽しかったんじゃないの、うん、楽しかったです ね、うん、僕としてはすごい楽しみでしたこの2をやるって聞いた時に、うん、あやっぱりねミスターレジェンドを返して、うんうん、あの人を救うっていう、ねうん、あの正義の方を受け継いだタイガーと、うん、悪は絶対許さないっていう正義の方を受け継いだルナティックとこの対照的なところが決着はつくんだろうなと思っていたので、うんうん楽しみでしたし実際やってみて難しかったですけどやっぱりね、うん、難しいのってやって楽しいんだよね、うん、小鉄と話ができるっていうのもそうだよな、うん、だからあのまた先の話になっちゃうけどこの最終話のあたりなんかは戦ってるっちゃ戦ってるだけかもしれないけど一緒に取れたらもっといろんな化学変化が起きただろうなっていうのは感じる、うんうんうん、頭の方のねあの管理官とのやり取りはそれでも一周取れた方が楽しいは楽しいんだけどどんなシーンでも、うん、なんとかなるかなと思ったけど意外とそういう大人が生で裸で話してるシーンよりはこの戦ってるシーンは一緒に取れたら楽しかったじゃないかなっていうのは、うん、あの25話のね確かにこの話タイガー&バニー1の方もそうですけどタイガーとユーリ、まあ、ルナティックと言ってもいいんですけど、うん、その2人の立ち位置ってあの子愛対するっていう部分があるじゃないですか、うん、その正義のあり方で、うんまあ、実際にじゃあどういうふうに僕はこういう正義僕はこういう正義ってことまでは実は語られてなくて、うん、小手さんの方は語られてるけどユイの方は語られない微妙なところでいながらも、うん、でも愛対しているという、うん、だからそういう意味ではその僕はそのバディとして一緒に戦っているけれども違う意味で その正義というものに関してのその敵対してるのかよくわからないけれども、うん、ある種のこうバディっていう部分は物語の後ろに流れていたなっていう気はするんですよね僕1を見てた時からこの2人ってどういう関係なんだろう、ね、その作品に流れているコンセプトとして、うん、ユーリっていう存在タイガーっていう存在ってどういうふうな立ち位置として西田さんが置いているのかっていう、うん、ただ単に正義悪を倒すぞいやーっていうだけではなくて正義の中にもいろいろとあるっていうことを描いているところが深いなと難しいところで難しいですよ有利っていう存在がいないと対話にはどうしようもないしそんなことはないあるし、うん、その俯瞰で見てくれる存在がいないと、うんこの大人のストーリーって多分書けないと、うん、だから西田さんも難しかったんじゃないのかなとは思うけども、うん、でふっと思ったのはそのあのやっと話したなと思ったら、お前の意見は受け取っただからって人殺していってもんじゃねえぞっていうのをまるで有利に言ってるようでありながらあれはシガニーに言ってるんだもんな、うんうん、だから面と向かって小鉄と有利が喋るっていうこと腹割って喋るっていうことは
なかったんだろうな、うんうん、まあそうですね、ルナティックとタイガーとして正体が分かったまま話すことはなかったんですよね、うんうん、有利としてはコテツと話しましたけど、うん、でも最後に そういう有利対コテツの会話はなかったけれども、うん、一緒に戦うなんてななんていうところがまた おしゃれだなと思いながらさ、うんうん、ある意味その有利 その正義っていうものが果たして全てが間違ってるかっていうと、うん、あのお母さんを殺されて、うん、で殺した犯人を追い詰めるじゃないですか、うん、でその時にまあ有利あの二人を断罪してしまうわけですけれど、うん、その時に小鉄さんがやめろって止めに入る、うん、バーナビーも止めに入る、うん、けれど視聴者の目線として見るといやこの犯人たちは絶対にもうやりきるしかねえよっていうぐらい僕たちは怒りを覚えるわけですよね、うん、人も殺めてきてるんですね、そう、うん、いっぱいやっててタイガー&バニーあの中村英一君も言ってましたけど、うん、あのタイガー&バニーの中で一番ムカつく犯人だったっていう、うん、あまりにもクソだったあの二人は、あの二人な、あの二人たまにね、だから主義主張のあるあの犯人じゃなくてたまに本当に主義も主張もない、うん、あのとんでもねえやつが何人か出てくるんですよ、そう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 、一番イラッときたんですあの二人は、うん、だからそうなってくると止めるタイガーの正義って一体何なのよって、うんうん、いや今ルナティックの方が本当に正義じゃねって逆になんかこうでもそれは正義なのか怒りなのかがちょっと分からなくなってくる、それはね現実と重なるんだよ、例えばあの暗いニュース世の中いっぱいあるじゃないですか、はいはい、でそれ例えば裁判でさ結果が出てもさそれって軽くねえかとかさ、はいはい、ありますね、裁判官さんよって、うん、あのもし自分の家族が被害者でも同じ判決を出すのかいっていう、はいはい、思うようなことって、はいはい、世の中ゴロゴロしてるじゃないか、はい、とそういうのが投影されて、うん、俺も虎徹なんだけれども中身やってる平田は結構、うん、あの気短い方だから、うん、これと俺は止めたくねえなっていう、うん、あそこでね、うん、あのそうでしょうね、だからおいやめろって言いながらちょっと足つまずいて間に合わなかった苦しいしょうがないでやられちゃった上で自分の正義論だけ、うんうん、何やってんだグローブっつって、うん、間に合わなかったけどっていうあたりが一番俺は落ち着くのかなと思いながらでもコテツはコテツでね、うん、それはそれで気持ちは分かるけどっていう、うん、彼なりの信念はある、ね、うん、半眼びいきなところもあるかもしれないけど言ってみるとその罪を憎んで人を憎まずっていうところに行くのかなって感じは、うん、まあでもだからコテツなんでしょうね、うん、そうですよね、でこそこがでコテツの虎徹のヒーローであるゆえんであり、うん、じゃあ俺たちの一般人の俺たちの中には優位の気持ちにすごく分かるところもあるしっていう、うんうん、だって今までいやあの目には目を歯には歯をでやってきた上に、はい、うんうんうん、今回は自分の親がやられたら、うんうん、もっと逆上するかなと、うん、自分のルールには従ってるっていうところで、うんうん、まあ、もしあの犯人がね人を殺めてなければうん、やらなかったと思うんですよ、うんうん、一番ゲスな殺し方知ったからね、うんうん、しかもあんなにはっきり映したの初めてですからね、あそこまでやるの、ね、うん、そう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 、まあ、怒りのボルテージも高いのか、ね、高かったですね、形も残らなかった、うんね、あの完全に燃やし切りましたからね、うん、いやそしてまた 今映像中ではこの3人が戦ってるところです、まさにボロボロの体でここは、ね、こういうシーンになってきましたね、フットボールの時やたらバーナビピチ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 電気走ってたけど、うん、あれ見ながらああやだな冬静電気の季節だな、違う静電気じゃないわ、まあ、いやなんだよなんか車のドアさあやってもう車に置いたくないとかってなって摩擦が高かったとかさ、ちょっと、ね、今日の映像の中でもね実はね、はい、いくつか突っ込みどころも、うん、っていうか触れておいた方がいいのかなっていうところもあったんだけど、はいはい、もう有利の話いっぱい聞きたかったかと今回はなんと、はい、もうとっくの昔で終わったけど久々に桂正和くんが、ああ漫画家の時は桂正和先生だけど、うん、桂後輩だ、うん、あれ今日この回でしたっけ、しっかりしろっつって4分30秒あこの回か、この回最終回かなと思ったら今回なんで、ね、最終回でもないのに出たんですね、うん、すごい、タイトルじゃない、テロップはしっかりおじさん、しっかりおじさん、まもなく出てる、ね、あちょっと見ましょう、しっかりさん、ね、しっかりさんで、ね、しっかりおじさんここだけ見るっていうね、でちゃんとちょっと本当だ特別枠、何、ね、特別枠じゃん、そうだよ、
丹波哲郎枠ですよ。うまいや大物の枠ですね。死んだら驚いたですね。大霊界ですね。大霊界すごい。いやそうか、しっかりおじさんであそこにテロップ出るってすげえな。すごいですよね。ですね、なりてえな大物にということでございます、はい、さあということでね、やっぱタイガー&バニー2第24話を視聴しましたけど、まだまだ聞きたいこといっぱいあるんだね。初めてやっぱりこういうふうな番組に遊佐さんをお招きして、うん、こんなにその一番最初の、うん、決まるこの役に決まるところから、うん、えっていうびっくりするところからこんなに深いお話な、本当にこまあ、みんなもまだ聞きたいこといっぱいあるんじゃないのかなと思って、うん、だから、ね、終わっちゃうからね。そうですよ、今日だって初めて聞く話ばっかりしていただきましたからね、うん、僕ほとんどだから24話前編と後編に分けれよかったのどうやって前編と後編どうやってどういうよくあるやん、タモリクラブでもちょっと時間来ちゃったんでこの続きはまた来週なぜタモリクラブをベースにしたしかも同時視聴って言ってる、ね、そうそうそうなぜ分かれた同時途中まで視聴になってしまうじゃないですか、うん、かもしれないけど、ね、いやでも来てくれてよかったよ。楽しい、楽しいじゃないや、すごい興味深いお話を、うん、いやもちろん楽しいし、そうですね、うん、イベントに出た時も僕はあの司会の立場だったので MC だったから、ね、そのことを語るボッチシーンはなかったんですよね、あんまりもったいないですよね、うん、愚痴も言いたかっただろう。いや愚痴は別に特に言いたくはなかったですけどあの衛星回線が必要なイベントの時だったから時間絶対押せません、はい、絶対押せませんってすごいプレッシャーをかけられてあごめんなさいね絶対押せませんって言われて一番有利絡みのイベントを組んだ方がいいんじゃないのでその中にあの、はい、あの森田君の誕生日サプライズを入れ込みたいから、はいはいはい、あのちょっと巻きで進行しなきゃいけないみたいなねMC ですら余計にめんどくさい話ですね。そうなんですよ、そうなんですよ。で途中で、主役の方が、はい、ちょっと何分巻いてんちゃんと巻いてんだろうなっつってね、まあ、プレッシャーかけてくるわけですよ。おい、おいそっから気にしないよ、おせおせおせゆさん、これを使うときに本当に嘘のときに使うんですよ。ゆさんくらいとこれは本当ですっていうふうに言っちゃってるのと同じになっちゃってるんで、はい、ただのディスリーになってますからね。いい楽しみ方覚えちゃった。あまりにも大抵が楽しい、あるからに使わないとね大抵が楽しそうに使ってた。本当に、まあ、ということでございまして、はい、タイガー&バニー2第24話ご視聴いただきました。いかがでしたでしょうか。もっと聞きたいよな、ね、で今回のですね、うん、サブタイトルなんですけれども、はいはい、今回こちら、あ、表紙から見せましょう。表紙はこちらということで、このお二人が白黒コンビだよね、うん、これ成長したよな。そうですね、うん、今回、うん、あれみたいだった2期の1話の虎徹とあれのえー、ってあのマスク投げるところが、はいはいね、ミスったフッカのように見せてね、うん、あっという間に20、うん、実質23本分で学習しちゃったんだな、うん、すごい。今回はもう最後の最後になってこの新人たちが一生懸命成長する姿、かっこよく戦う姿がね描かれてますけど、うん、今回のものが「ユニオン・イズ・ストロングス」、団結は力なりという言葉でございます、はい、うん、まあこれはもう言わなくても、うん、分かると思うんですが、一人一人の力は小さくてもみんなが団結すれば大きな力を発揮することができるということですね、うん、いい。あり集まって木を揺るがすというのは日本の言葉で、ね、僕聞いたことないですね、うん、使ったこともない。あり集まって木を揺るがすっていうのは、うん、船頭が多いと船が沈むっていう。それ違う。違います。違う方ですね。違う違う違う。悪い方ですね、それ。知ってることは言ってもないな。束になればこうね、なんとかなるっていうことですからね。あ、そうか。撤回します。船頭多くて船を撤回して、してお詫び申し上げます。裏見せる。さあ裏側は。はい。はい、こちら。これはね、あの、なんだ、ペンダントだね。はい、これ何、はい、って言ったら、ルビー、あの、トーマスの妹ちゃんの、ね。ペンダントだったと、ね、はい、ここに書いてあるのは桂先生は一生懸命セリフを言いましたってなるほどね、はい、あの皆さんちょっとね、はい、専門用語で書いてるから分からないと思うんですけどということでございまして、こちらをご覧いただきました、はい、さあということで、これもラストになりますね、はい、いよいよこの番組のメインが始まりますが、うんうん、最終回第25話の予告を見せてしまいましょう、はい、ここだけのスペシャル映像ですので、しっかりと見逃さないように。3、2、1のスタート。バニー悪いな、俺暴走しちまったようだ。そんな、次回タイガー&バニー2最終回、
今日は単なる明日の機能ではない。 See you。 はい、ということでございまして、最終回に向けてのお次回予告はタイガーとバーナビーで。俺今耳つけてなかったから聞こえなかった。誰だよ。でもお自分で言ったからわかるでしょ。え、これ誰が予告やってる。あの2人で読みました。あ、2人でやったんだ。2人でやったやつです。はい、忘れちゃうな。今日は単なる明日の昨日ではない、うん、ね、意味はどういう意味なの。そういうふうに今言いました。Today is not just tomorrow's yesterday ということで、今日は単なる明日の昨日ではない、うん、これをお気づきになった方いると思うんですが、一番最後に、バナビーが今あの See you というふうに言ってるんですよ。いつも See ya じゃないですか、うん、See you。これタイガー&バニーの1の時の最後の最終回の時の予告も、僕そこだけ See you、 真っ暗なの予告な、はい、See you って言って、 See ya ではなくて See you って言って、うん、中身何にも言わずに次回最終回。そうです、そうです、そうです。あれ See you だった。あれは See ya、 あそこだけ僕 See you に変えたんです、うん、ああ、そうです。で今回のところも See ya っていう風に言ってくださいだったんですけど、最終回は前の時も See you って言ってるので、今回も See you と言わせてくださいということで、うんうん、今日は単なる明日の昨日ではない、はい、これはその日の朝言う言葉だな。今日は単なる明日の昨日ではないから頑張ろうみたいな、うん、どういう意味ですね。今日の目標だよな。昨日と同じに住まいと、うん、ちょっと進歩しようぜ、まあ、俺たち。で夜いろんなことを終わって帰ってきたら、今日は単なる昨日の明日だったなっていう。あ、残念な結果に。さあ、ここでタイガー&バニー2からシルエット市民の皆さんにお知らせがございます。タイガー&バニー2は現在ネットフリックスにて全世界独占配信中です。第1期テレビシリーズと劇場版2作品も配信していますので、そちらもぜひご覧くださいませ。ませはい、そしてタイガー&バニー2のブルーレイ第3巻は12月23日発売です。映像特典には同時視聴会とキャストのインタビュー映像がついていきます。新録のオーディオドラマ女子会ヒーローズは必聴でございます。面白そうですね。そして特製ブックケースは桂正和先生の書き下ろしです。詳しくはタイバニー公式サイトをご覧ください。はい、続いてはダブルチェイサーのプレイスメント企業スターフライヤーさんからのお知らせでございます、はい、来年の3月末まで、うん、小倉関門地区で開催中のスターフライヤープレゼンツタイガー&バニー2デジタルスタンプラリーをより楽しんでいただくために、タイガー&バニー2とスターフライヤーのコラボオリジナルグッズ付き宿泊プランが販売中。皆さんご存知ですよね、もうこれ、オリジナルグッズは共通でもらえるアイテムと選択でもらえるアイテムをご用意してます、うん、ツアー参加者が全員共通でもらえるグッズは、街が広く大容量で肩にもかけられ旅のお土産をたくさん入れられるトートバッグ、お、うん、それですか。そちらですね、マリちゃん持ってますね、うん、はい、キャビンアテンダントやパイロット姿のヒーローたちのシルエットがクールなチケットフォルダー、うん、どこにあるのチケットフォルダー。チケットフォルダーはですね、ないんです。ないんですね。ありません、まだね、はい、じゃあ見せらんない、はい、さらに注目は、うん、北九州発シュテルンビルト行きをイメージしたオリジナル搭乗券です。これあるんだ、これ、はい、じゃあ、ね、すごい、こちらこれ欲しいんだ。これね、見た時にね、うん、あ、欲しいなと思った。なんか愛国、ね、愛国発幸福行きのチケット、ね、これでも乗ったらここちぎられちゃう。そうでしょ、北シュテルンビルトだぜ。幸福行きのチケット、これ愛国発幸福行きに反応した、はい、今反応した市民の諸君、うん、ドボンです。ドボン、ドボンになるんですか。別にいいじゃないですか。絶対的に古いんですよ今。いいところですよ、あの駅。僕も見ましたけど。この搭乗券欲しいだろう、これ、ね、これな、はい、ね、どこまで行った。また選択式ね、今のは共通でいただけるんです、はいはい、また選択式のグッズは、うん、書き下ろしイラストのアクリルスタンドキーホルダーをご用意。はい、 A コテツ&バーナビー、うん、B カリーナ&ライアン、うん、C ネイサン&キースの3種類の中からお一人様ワンセットをお選びいただけます、うんうん、ということはこの宿泊プランを3回やろう中心に出てくるな、おい、まあ、出てくるんだろ、全部を集めるには、ね、出るでしょうかね、うん、3回とも姉さんキースを選ぶか。あ、3つ、どうしても3つ欲しいと、とりあえず ABC コンプリートしてから4回目にしろ、
それはということで、はい、1種類を お選びいただけるという、はい、1セットをお選びいただけると。ツアーの対象期間は2023年3月24日ご出発分までの予定となっております、はい、詳しくはスターフライヤー特設サイトをご覧ください。皆様のご搭乗 心よりお待ち申し上げておりますということですね。はい、そしてお次はですね、ダブルチェイサーにプレイスメントしているクリネックスのメーカーでございます。日本製紙クレシアよりクリネックスティッシュ専用ボックスカバーが当たるツイッターキャンペーン実施のお知らせです。かぶせるだけでいつものティッシュがヒーロー TV 仕様に早変わり、シュテルンビルトのヒーローが勢ぞろいであなたの部屋を見守ります。キャンペーン間は本日から12月25日日曜日、23時59分までとなっておりますので、ふるってご参加ください。参加方法と詳しくはクイネックスの公式ツイッターから特設サイトへアクセスしてくださいということで、こちらがその実物でございます、ね、かっこいい。はい、これね、これ今前面で、これをですね、うん、今ちょっと僕組み立てますね。ペペーン、できました。古い組み立て古い手法だ。でーん、これ今すげーと思った市民ドボンですね。ドボンです。ドボンでしょめっちゃ今恥ずかしいんですけどでもこれがこういう形で、この中にね、実際にご自身でクイーンエクスティッシュ入れていただくと、うん、お家の中箱から出す必要ないんだな。箱が多いからスポット、そのままクリネックスバンッとこう入れていただければ、うん、なんか落ちたぞ、はい、すいません、完成しますのでぜひこちらね、楽しいですから作っていただきたいなと思います。これは欲しいな、これもな。はい、ツイッターの方から、特設サイトにアクセスをしてください、はい、よろしくお願いします、はい、まだまだ続きます、うん。12月28日水曜日から年を明けて1月9日月曜日まで開催されるタイバニ2初の展示会イベント、 The Museum of Tiger & Bunny 2よりチケット情報をお届けします、はい、はい、告知スライドが入りますと、現在各種入場チケットが販売中です。チケットの種類は一般入場券に加えて、特典としてヒーロー TV のロゴが入った粗品タオルが付いている特典付き入場券、 A イベントのキービジュアルを使用したアクリルスタンドセットが付いている特典付き入場券、 B の計3種類がございます。そして本日はチケット購入特典のヒーロー TV 粗品タオルとアクリルスタンドセットをご用意いたしました。誰、バニー、はい、こちらが粗品でございます。まさに年末に、ね、ザ・粗品って感じだね、はい、そう書いてますからね、新年のご挨拶に持ってきたくなるような、これよく見ますもんね、はい、こちらヒーロー TV からの粗品ということ。そしてアクリルスタンドセットなんですが、よいしょ、こうなっております。はい、タイガーとバニーが手を出してるね、うん、これあれだな、あのキービジュアルになったあのサンシャインの前でこうやってる、はい、サンシャインシティの前でやってる2人の絵だな、ね、それがこのようにアクリルスタンド化されました。はい、各種入場チケットを ご購入の際、会場には入場制限が設けられておりますので、どうぞお早めにお求めくださいとのことですね、うん、チケット情報やその他イベントの詳細については、この同時視聴会の動画概要欄に記載されているイベントページの URL よりご確認くださいませませ。はい、また展示会イベント開催を記念しまして、タイバニ公式ツイッターにて、フォロー&リツイートキャンペーンを実施いたします、はい。こちらのキャンペーンでは平田さんと僕のサイン入り展示会イベントポスターを3名様にプレゼントいたします。はい、キャンペーン開催期間や参加方法など詳細はこの後22時より、うん、タイバニ公式ツイッター、そしてホームページにてお知らせをします。よろしくお願いします。はい、お、まだあるぞ、うん、行くぞ、はい。そして最後は、本日この収録場所をお借りしているカフェワスガゼンさんより、同時視聴会をご覧の皆さんだけにお得なお知らせがございますぞ。アタゴグリーンヒルズ森タワー3階にあるカフェワスガゼンにて、お食事のオーダーをされた方を対象に、お一人様につきコーヒーまたはアイスコーヒーを一杯サービスしていただけるとのことでございます。食前食後いずれも OK、うん、オーダー時に店員さんへ、タイバニ同時視聴会見たと言ってくださいませという、うん、見たって言うんだよ、はい、見た期間は見ましたで、ね、お願いします。見た
見ました。ダメです、見ましたじゃダメです。見たって。見た何をって言ってた。見ましたでお願いします。見た、すいません、ね、同時視聴会、見た見た、黙れ見ましたでお願いします。期間は、12月28日水曜まででございます。ぜひお店へお越しくださって、見たと言ってください。よろしくお願いします。見ましたで以上、タイガー&バニー2からのお知らせでした。あっという間だったよね、あっという間でしたよ。楽しんでいただけましたか。楽しかったんですけど、告知のところが長くて、僕は行っているの映ってるかなって思うシーンはいっぱいありました。やりたかった、少し告知いや告知はやらなくて大丈夫ですけど、でももっといっぱい喋りたいことあったんじゃないの、はい、いっぱいありましたね。僕はだから今回あのタイガー&バニー2もちろん収録したんで、うん、中身は知ってるんですけど、はいはい、配信されてから、うん、なかなか見られませんでした。お、見てない。いや見ましたよ。全部は見た。全部見ましたけど、見たら終わっちゃうと思うと見られなくて、なかなか勇気がいる作業だった。作業でしたね。だから最終回僕ね、この服を着てやりましたよ。だからこの状態では言ってないですよ。それだと見えませんからね、これね。これだと喋った時にボスボスしちゃってるんでって言われちゃうんでこれを着て、やりました最終回の収録、うん、最終回一人だったんです僕。あ、そう。じゃ あの次回の視聴会はピカデリーで一緒に皆さんお客さんと一緒にやるんだけど、これみんな来てくれよ。ね、これ来てきてください。まあ、これ来て収録したんだって。10年前のやつですけどね。みんな持ってるよな。ね、うん、当然でしょう。気合い入れて。10年経ったように見ますね。綺麗だわ。まあ、私生活では来てないです。私生活でこれ来て歩いてたらやべえ人になっちゃうんで、これはさすがに。マミさんはよく海賊の着て歩き回ってますけどね。やめなさい。あ、そうですか。はい、でも本当に今日はお越しいただきまして、うん、ありがとうございます。もう終わる気ですね。もうすぐ終わるんですよ。なるほどね、終わる気なんだ。そうだってこの後10時からの告知はみんなもうそれどころじゃなくなってきてる、ね、なるほどね。いや僕はここで伸びちゃうと僕そっちに10時のあのツイッターにその合わせるように終わらせようかなと思ってた。なるほどね。そう、うん、伸ばしてもね。だからせっかくだからさ、なんかの機会でなんかいろいろ理由こじつけてまたこうやってもう個人的に良さと思って話したいし寂しいんですよ。だからこれ始まる時も反応しないでくださいって言われましたから、ああ嘘ですよどこまで嘘でどこまで本当なんか分かんないです。出てるも出てないも言えない状態でしたから。あ、そうなんだ、はい、ライアンと同じなんだ。そうなんです。でも出てる別に、いやいや一から出てるからいいでしょうと僕は思ってたんですよ、ね、立場的にだからヒーロー管理官として、はい、みんなのねそばに来るっていう展開を感づかれたくなかったのかなと思いますけれども、うん、やっぱ始まる前やっぱり大河の場に行って1もそうですけど2もシークレットのこと多かったじゃないですか。多かったよね、伴奏、うん、してたし最初は、うん、特にバディシステムとかも言えなかった。言えなかったんだよね、そこに関わるから僕は多分出られなかった。なるほど、いろんなところに、出てもらっても何も喋ることなかった、ね、何も喋ることがある有利ですって、うんぜひ視聴会だから僕と森田とでゲストさんが3人だけど、もっと他のヒーローとかとも話せたりとか、ね、監督や、ね、西田さんとかにどうだったんだ結局あそこはよって追い詰めたいとか、まあ、西田さんとかは収録後に一度聞いたりはしましたけど、うんうんうん、ただね新しい、ね、ヒットだとか、ね、ブラックとか、あ、そういうところとも話したいところがあるわ、キャストとかとはすれ違っただけなんで、うんうん、まあ、きっとどこかの段階でそういうイベントもなされるんではないかと。なされるでしょ、うん、それは市民たちが黙ってないでしょ、まあ、そうですね、はい、市民の皆様の懐にかかってるということで、はい、そしたら僕はまたこれを着て、そう、それを着てずっとこれ着てんのかなとずっとこれ着て出なきゃいけないのみたいな話になっちゃうけど、まあ一回はそれ着て出ていいから一回は出ましょう、はいはい、煽ってるわけじゃないからね、うん、別に市民に煽れ煽れって言ってるわけじゃないよ言ってるわけじゃないからね、はい、さあということで示すれ逆に次回第25話のタイバニ2同時視聴会は12月24日土曜日21時15分ごろってごろよりライブ配信をするそうです、うん、ライブだから、はい、約束はできないんだ、うん、そうなんですよ。世の中はですねクリスマスイブですが、12月24日といえばタイガーとバニーのバディ再結成の日ですから、市民の皆さんはぜひリアルタイムで一緒に楽しみましょう、うん、っていうことが書いてあります、はい、そう、でもクリスマスイブです、ねはい、皆さんお忙しいでしょうけど、そうです、はい、ぜひ、はい、ということでまあ、どっかで再結成したんだなっていうのを思い出していただければいいかなという、うん
感じですかね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで本当に今回、はい、ゆうささんありがとうございました。こちらありがとうございました。今日はかなり濃い内容でお送りしましたね、うん、いつもはかなり薄い内容でそんなことはないでしょうけど ね、まあ、一回必ず濃い話をします、はい、前回はだってもうゴルフについてすごく濃く話しましたそれは関係ないなそればっかだったもんな、はい、わその中でも今日は特に濃い、はい、うん、今日本当なんか勉強になった感じですよね、うん、今日ということで改めてね見たくなりました。また僕はちょっともう楽しみでした、ね、今回の収録も楽しみでしたし、タイガー&バニー2もやっぱり楽しみだったんで、うん、1回見終わったら何回も見ちゃって一番最初見るの怖かったのに終わっちゃうと思ったら終わったと思ったら何回でも見れるんだと。何回も見ちゃった。あのポルトガル語と英語のやつもちょっと見ちゃった結構な井上豪だな、どんな風になってるのかなって俺も見てみよう。じゃあまたぜひこういう機会がありましたらまた面白い、はい、ユーザーのお話を市民も待ってると思います。池先生が一番待ってると思います。ああ池先生ね、ユーリーを、ね、押してくださってありがとうございます。ということでお願いいたします。さあということでございまして、今回のお相手はバーナビーブルックスジュニア役森田正和と、小手役平田博明と、そしてユーリー役湯佐浩二でした。それではまた来週、皆さんバイバイ。バイバイ、ありがとうございました。